教会のゴシック様式アプスさんフランシスコ教会は、ポルトガル・ポルトにある重要なゴシック様式の教会、バロック様式の内部装飾で知られている。教会は、市内の歴史地区にあり、ユネスコの世界遺産に登録されている。ポルトで、フランチェスコ会が設立されたのは13世紀である。修道士たちは反感を買い、他の会派に属する聖職者や世俗の信徒から迫害された。 ローマ教皇インノケンティウス5世の教書、ブラドエレンティス・アセピムスが出されるに及んで、修道院としての土地が彼らに寄進された。修道士たちは、最初すぐに、聖フランチェスコへ捧げる小さな教会の建設に取り掛かった。修道士たちは、ポルトガルをフェルナンド1世の庇護の下で1383年に、この小さな教会を拡張し、ポルトガルの拓発修道会のための典型的な、 簡素なゴシック様式設計でさらに広い教会を建て始めた。この建設工事は1425年まで続いた。教会全体の建設工事は広範囲に変更されず、サンフランシスコ教会はゴシック建築の良い例となった。多彩式の花崗岩でできたセーフランチェスコ像が入り口隣に立っており、これは初期の時代の遺物である。教会のメインファサードは大きく。 成功なバラ窓はゴシック様式である。これだけがファサイドの県警部分である。主、出入り口はソロモン式円柱のある今や典型的バロック様式となっている。しかし川と向き合う南側、出入り口は今もゴシック様式である。教会には三つの側楼のある本堂があり、三つの礼拝堂は交差楼とアプスを備える。 交差楼中央部分は交差楼上と主礼拝堂の巨大な窓によって猛烈に光が入る。骨格星型型のトラセリーのある主礼拝堂の小さなバラ窓からも同様に火が射す。内部。正面は主礼拝堂1530年代建築家ディオゴデ・カスティーリョがサンジュアン・バプティスタ礼拝堂の交差楼を建築した。この礼拝堂は マヌエル様式の畝模様のある美しい出入口がある。バロック様式の祭壇の背後にある棚と一体となった16世紀初期の絵画も同様である。同時代、教会は壁にはめ込まれた秀逸なルネサンス様式の墓があった。15世紀から16世紀にいくつかの貴族家がこの教会を母大寺とした。17世紀と18世紀には これら側礼拝堂が金箔を張った木工細工で大いに装飾された。この装飾的豊富さがフランシスコ会派の教会として知られる存在となり、最初の教会建築がすっかり隠されてしまった。金メッキの木は完全に側廊の屋根、柱、窓枠、礼拝堂を覆った。祭壇後方の棚に囲まれて主礼拝堂で最も重要で人気があるのは、 キリストの木を表したものである。この多彩色の木工細工はフィリペ・ダ・シルバとアントニオ・ゴメスの手で彫られた。ユダ王国の十二人の王たちとイエスの家系図は異彩の大画像とつながる。木のてっぺんには聖ヨセフがおり、下に聖母子の彫刻がある。壁の窪みには聖アンナと聖ジョアキン、無限在の親鳥について記した4人のフランチェスコ会士の像が収められている。 バロック機の金箔細工がゴシック建築の境界と完全に調和していないとしても、バロック機の内部装飾はポルトガルで最も傑出したものの一つとみなされている。この富はフランチェスコ海の製品さと完全に不一致であり、ポルトの町の聖職者の肉体に刺さる棘となって、彼らは信仰のための境界を閉じたのである。その他に知られるポルトの金箔細工の例は、 サンタクララ教会の内装である。1833年のポルト方位が原因で日に包まれ古い回廊と教会一部の崩壊を招いた。工事は今日のバロック様式に建て替えられた。興味深いものがサンフランシスコ教会近くにある。主礼拝堂のそばに18世紀のネオクラシカル様式のテルセーラデ・サン、フランシスコ教会、カーサデ・デスパッショスがある。 これらは美術館となっていて興味深いバロック内装を持つ。アプスそばにはポルトの商人が19世紀に建てた壮麗なネオクラシカル様式のボルサ宮殿がある。ありがとうございます。